こんにちは、名取です。このチャンネルでは、冷蔵庫やご家庭にあるもので、あなたの料理を、美味しくするレシピであったり料理を紹介していきます。もしよろしければ、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日紹介する、料理はですね、赤だしを使った、なめこの味噌汁です。赤だしは豆味噌と米味噌を合わせて作られた味噌で、東海地方でよく使われているんですが、今回はその味噌を使って、なめこの味噌汁を作っていきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、用意するものは、なめこですね。今日は、こちらのかぶとりなめこを用意しました。1パックの半分を、用意します。石づきを取って、水で洗ってください。それと、ネギ、そして、だし汁が、400ml と、味噌、赤だしのお味噌が、大さじ1から2杯分用意しています。はい、では実際に調理を始めていきます。はい、では、だしを温めていきます。はい、だしが温まってきたら、なめこを入れます。はい、なめこを入れて、火が通るまで、温めます。だしは沸騰させないように注意をしてください。はい、具材に火が通って温まったら、火を弱火にして味噌を溶いて完成です。はい、こちらで、完成です。お好みで豆腐なんかを入れたりしても、美味しく仕上がると思います。豆腐とかを入れる際は、なめこを入れるタイミングで入れてください。具材に火が通ったら、味噌を溶く形になります。味の、濃い薄い好みあると思いますので、味が薄いようでしたら、お味噌の量を少し増やして作ってみてください。はい、器に盛って、ネギを散らせ完成です。実際に食べていきたいと思います。はい、では実際にいただきます。はい、かつおだしの味をしっかりと感じることができますし、赤だしのですね、豆味噌と米味噌の旨味っていうのをしっかり感じることができるですね、非常にシンプルな味の味噌汁です。簡単に作れるので、ぜひ挑戦してみてください。ありがとうございました。